なるほど、幻の中に閉じ込めるビスベインか。私の身内と似た能力ね、それ。どうやらビスベインの融合ってのは元となった生物の特性を強化するだけでなく、新たな能力まで生み出せちまうみたいだな。時にベル、こちらの御仁は。私はミューズ協会のヘラよ。シュウ先生が支援要員として送ってくれたんだ。あと通信が妨害されるかもってことでアドミンさんも来てくれたんだよ。かたじけない。これで次の行動をより盤石なものにすることができる。次の行動？実は未だにマセヨシ殿を見つけられていないのだ。心当たりはないわけではないのだが、とにかくここに長居するのは危険だ。一旦安全な場所へ移ろう。ちょっと緊張するけど頑張るよ。兄上！おお、久しぶりだな、ミノス。元気か？はい、兄上もお元気そうで何よりにござる。お前、こっちでもその口を貫いてんだな。それ、順調だね。えい、いっけ。敵出現だよ。みんな慎重に行こう。それ。えい。それ。あ、それ。セロ式弾発射。メルちゃん、よろしく。任せて。あ、畳みかけるよ。手強いんだ、そのオロチってやつは。ああ、しかも国のトコたちが相手にしていたのは本体ではなく幻とのことだ。その点から察するに、おそらく本体は重要なものを守っているに違いない。これから我々が向かう先で待ち構えている可能性も十分あるだろう。そんなの全然へっちゃらだよ。だって今回はみんながいるんだもん。どんな敵が相手でもきっと大丈夫。楽観的だな、お前は。え、ブセンちゃんはそう思わないの？少しは現実的に物事を見た方が良いと言っているだけだ。そういえばあなたたち、ノイハンサーで知能種とやらを2体も見かけたそうじゃない。ということはそのオロチも同じ存在なのかしら。融合種ならまだしも、自発的に知能が発達したビスベインなんて前代未聞よ。可能性だけなら以前から示唆されていたけどな。とはいえ、ササナミの伝説が事実だとすりゃ、知能種は100年以上も前から存在していたことになる。
ありえねえとは言い切れないな。だがもしそうなら、なぜ今になって現れた？あの師匠、どうした？そのこの作戦が終わった後、少しお話ししたいことが。そうか、実は私もお前に話さなければならないことがある。ではその件については後ほど。はい。ちょっと緊張するけど頑張るよ。一瞬で終わる。まったく、画僧がおればこのような真似をせずに済むというのに、一体どこへ行ったのだ。して状況は？はっ、どうやら楼閣に火がつけられた模様。それと偽物らが西の庭に向かっているとの知らせが。西の庭？まさか大家主の所在を掴んだのか。家老、戦奉行がお見えです。どうした、長実殿。上様はいずこに？お嬢様が会いたいと申されている、うん、病ごと気でも狂われたか。どうやら記憶が錯綜されているようだ。オロチ様に頼んで再び調整を。広本さん、久しぶりね、広本さん。そんな、バカな。
ちょっと緊張するけど、頑張るよ。畳みかけるよ。どりゃー、動きは全部見えてるよ。倒してみせる。この首、もらい受ける。セロスキダン発射。メルちゃん、よろしく。任せて。危なかったですね。畳みかけるよ。いや、蛇に歯向かった。どうだ、後悔するがいい。それ、火祭りにあげてやろう。どりゃ、動きを全部見えてるよ。倒してみせる。セロ式弾発射。メルちゃん、よろしく。任せて。畳みかけるよ。セロ式弾、動きは全部見えてるよ。危なかったですね。えい、これでよし、続けていくよ。いっけ、ほら、始末りにあげてやろう。バッチリですね。どうだ、畳みかけるよ。ほら、セロ式弾発射。メルちゃん、よろしく。任せて。倒してみせる。死ね。それ。ここが貴様の死に場所だ。それ。よし、続けていくよ。始末りにあげてやろう。セロ式弾発射。メルちゃん、よろしく。任せて。死ね。皆さん、私が言う。
と私は死んじゃったんだと思う。最後に目にしたのは暑い部屋。葵姉様が出て行った直後に梁が倒れてきて部屋から出られなくなった。だから急いで机の下に隠れた。そしたら嫌な音が耳に入ってきて、私はビクビク震えた。うん、音だけじゃない、あの時は嫌な匂いもした。私は怖さのあまり兄様、葵姉様、広本さんたちの名前を呼んだ。でも返事が聞こえることはなかった。するとだんだん眠くなってきて、そのまま深い谷に突き落とされたような感覚に陥った。どこを見ても真っ暗で身動きも取れなくて、次第に頭がぼーっとして、その時に気づいたの。ああ、これが死ぬってことなんだろうなって。死んで生まれ変わる。でもその循環は私が想像していたものとは違っていた。ある日、私は道端に生えている草になっていた。使用人たちが私の目の前を通り過ぎて楼閣に入っていくのが見えたけど、いつまで経っても出てくる気配はなかった。別の日、私は地下室を照らす暗灯になっていた。私の真下では兄様たちが儀式をしていた。また別の日、私は再び真っ暗な場所で目が覚めた。でも今度は死んだと思った時とは違った。葵姉様の枯れた歌声や猟犬に指示を出す長実王子様の声、それに兄様と広本さん、あなたと兄様のやり方は間違ってるわ。宮蛇の家臣たちに、長実王子様が大事にしていた犬たち、そして口封じのために殺められた罪なき人々、あなたたちはあまりに多くの命を奪いすぎた。どうやら本物のようですね。でしたら一度オロチ様に見てもらいましょう。もしお体に異常がなければ上様もさぞ。そんなことはどうでもいい。どうでもいいの、広本さん。私ね、全部知ってるの。兄様と広本さんがこの4年間何をしてきたのか。だからずっと叫んでたのよ、やめてって。届かないと分かっててもずっとずっと叫んでたのよ。宮蛇アヤが命じます。兄のもとへ連れて行きなさい。父も母もこのようなことは望んでいません。行為。ちょっと緊張するけど頑張るよ。
全部見えてるよ。どりゃあ、倒してみせる。この調子どりゃあ。何の音が聞こえますか。全力で進撃します。いっけ。敵出現だよ。みんな慎重に行こう。畳みかけるよ。セロ式弾発射。メルちゃん、よろしく。任せて。私の活躍どうだった？兄様はここに。こちらでしばしお待ちを。広本さん、私に残された時間はそう多くない。だからお願い、必ず兄様を連れてきて。ご安心を。アヤ様との再会なのです。必ずやお連れいたしますとも。広本さん、別人のように変わってしまったわね。確かに、彼を含め多くのものが変わりました。しかし、それでもここがお嬢様の家であることには変わりませぬ。おじ様、ま、ありがとう。戦も差別もない世界、皆が仲良く暮らせる世界を作りたいという兄様の願いは何も間違ってはいない。でも本気でそんな世界を作りたいのなら、まずは兄様が善意を信じないと。お嬢様。おじさま、どうしたの？心外じゃのう。なぜそのような眼差しをわらわに向ける？どうしてあなたがここに？ん？その顔、確か処分を命じたはずのヒナじゃな。しかし、あの時と中身が変わっておるように見える。ミヤヘビはずっとあなたを祀ってきた。なら、このような扱いを受けるいわれはないはず。もう兄様に関わらないで。祭る？恐れているの間違いであろう。まあ、そなたの兄はその恐れているものに対し頭を下げてきたわけじゃが。いいな、恐れているのはキャツの方。ゆえにミヤヘビ家を利用し、力を蓄え。わらわが恐れているじゃと？バカも休み休み言え。まったく、兵に知性を持たせるのも考えものじゃな。やはり人間独自の思考は邪魔になるだけじゃ。道具は道具らしく、単純な思考だけの方が扱いやすいというもの。おじさまは道具なんかじゃないわ。長実殿、あの日の誓い忘れたとは言わせんぞ。
もし誓いを破ろうものなら、たとえさらなる地獄に落ちようとも貴殿を騎士る。忘れてはおらん。しかしそれはお嬢様の無念を晴らさんがため。事情が変わったのだ。最初から兄様に会わせるつもりはなかったのね。申し訳ございません。宮蛇家の家臣として務めを果たさなければなりませぬゆえ。綾様も宮蛇であろう。だが上様の意向に背こうとしていらっしゃる。実に残念だ。当主の悲願成就、それこそが我が使命。そのために私は人の姿さえも捨てたのだ。もはやこれ以上の問答は無用。参りましょう、オロチ様。ちょっと緊張するけど、頑張るよ。畳みかけるよ。どうだ、皆さんに。それ、出来の良い融合体を失うのは心苦しいが、致し方ない。そのまま我が子らの煮えになるがよい。さて、残るはヒナだけじゃな。そちらは私めにお任せを。まあよかろう。じゃがくれぐれも情けをかけるでないぞ。これ以上の面倒ごとはごめんこむるゆえ。ジョイ、広本さん。今さら上様に会ったところで、すでに手遅れにございます。確かにお嬢様のおっしゃる通り、初めの頃は恨みつらみだけで動いておりました。しかし上様もこの4年の間に学ばれたのです。ささ波のありさまを変えなければ、我々のような犠牲者が増えるばかりだということに。そう、上様がささ波の統治者になって初めてこの国にはびこる諸悪の根源は断たれるのです。長年連れ添ってきた私だからこそ断言できる。
今のささなみをお救いできるのはあの方を置いて他にいないと。アヤ様、私もあの火災はミヤヘビにとって悲劇だったと思っております。しかし同時に行幸であったとも考えているのですよ。あれがあったからこそ上様はあらゆる甘さをお捨てになり、その上で理想の国家を築き上げると決意なされたのですから。そう、あなたの死も、そして数々の災難も、全ては必要な犠牲だったのです。故に今さらあなたに出てきてもらっては困るのです。それではこれまで上様が積み上げてきたものが全て水泡に帰してしまいますので。ではごめん。広本はなぜ戻ってこない。そんなにも手こずるような相手なのか、そのモディファイアという者たちは。はっ、確認しましたところ、いまだに連絡がございません。いい加減諦めてはどうだ。たとえ武力で大家主の座を奪えたとしても、他の三家や民衆の支持を得ることは不可能だろう。殺戮をもって野望を成就せんというならば、その先に待つのは繁栄ではない、破滅だ。それを決めるのはあなたではありませんよ、おじゅう。とにかく僕は結果が欲しいのです。その先のことは後世の者たちにでも託せばいい。ただいま戻りました。広本、遅くなり申し訳ございません。道中短期を見かけまして、捕らえるのに手こずりましたゆえ。拙者はタヌキではないでござる。百歩譲っても猫でござろう。なんだそのからくりは。侵入者にございます。見たところ石膏のようですので、本体もすぐそばまで来ているかと。新之助君。あ、マゼルス殿、ご無事で何よりにござる。君がここにいるということは、つくよみ君たちも。その通りでござる。もう少しで助けに来ますゆえ、ご安心くだされ。ふん、ざれごと。え、うじょー。ミーノスケ、大丈夫？ベール、少しめまいがするでござるが、平気にござる。役者が揃ったようだな。では再戦と行こう。その腕、この時のために用意した。決して負けるわけにはいかんのでな。師匠、ここにオロチはいないようです。どこかに隠れている可能性もある。奇襲に備えておけ。者ども出会え。いくら頭がすを揃えたところで私たちの相手じゃないんだから。ちょっと緊張するけど頑張るよ。畳みかけるよ。どりゃー。えい、やだ。任せて。やってる。
ちょっと緊張するけど、頑張るよ。これ以上の問答は無用。マイ。危なかったですね。さすが、命までは取らぬ。互いに譲れぬものがあるとみた。ゼロ式弾発射。メルちゃん、よろしく。任せて。
ドレ様と共に、いざ新たな時代を開かん。はい、それ。はい、えい。セロ式弾発射。メルちゃん、よろしく。任せて。倒してみせる。畳みかけるよ。ドリャー。これでよし、続けていくよ。さすれば命までは取らん。残る時はあるのです。完全勝利。私の活躍どうだった？ヒロモト、かすり傷です。ご案じ召されるな。ベルとヘラ殿はマセヨシ殿、ブゼンボウは私と来い。残党を一掃するぞ。承知。オロチ、今こそ契約を果たせ。下から何か来るぞ。気をつけろ。神とは崇められるべき存在であり、厄災とは恐れられるべき存在である。すなわち人間どもはわらわを恐れ、そしてあがめたてまつるが摂理というもの。しかしこの百年の間に何もかもが変わり果ててしまった。この地の主が誰であるかを忘れてしまうほどにな。オロチ、あれが伝説の。このままでは我が子らが存分に遊べぬ。そこにいる若造と大家主とやらを別の場所に移せ。オロチ、何としてもそいつらを始末しろ。わらわを誰と心得る。そんなことより、おのがみでも案じているがよい。言われなくても了解。ほう、この後に及んで戦力を分散させるとは、よほど死にたいと見える。貴様の相手は我々だけで十分こと足りる。ブゼンボ、以前教えた戦術は覚えているか？もちろんです。よし、では行くぞ。まったく、いかなる策を弄したところで、わらわには無意味と知れ。配置についた。行動を開始する。神の慈悲として、死に方くらいは選ばせてあげます。逃げられるとでも？ひざまず許しを請え。やった、やった。神を直視したバッグじゃ。全力で行く。黒蛇、あやつらを引き裂け。
今の私にできるのは刃で道を切り開くことのみ。やはり達者なのは口先だけのようじゃな。モディファイア、何するものぞ。力、そんな、全く歯が立たないなんて。こんなビスベイン、データベースにはなかったでござる。100年もなりを潜めてたやつだからな。情報がないのも当然だぜ。時に、そこのもの、そなたがこの虫けらどもに指示を出しておるのか。アドミン殿に近づくな。負け犬がよう吠える。して何の力もない人間がなぜこのようなところにおる。その印は侵食の。ただの肉袋がこれほど侵食されても自我を保っておられるとは。その体、実に興味深いの。アドミン殿、ここは拙者が時間を稼ぐでござる。その隙にお逃げくだされ。のっけ。うわぁ。おいおい新人、どうして逃げねえんだ。いや、まさか。その体にどんな秘密が隠されておるのか確かめさせてもらうぞ。これはもしや。バカな。ありえぬ。人間ごときがわらわに傷をつけられるなど。おいおい、いくらなんでも賭けが過ぎるぞ。悪あがきを、たかが虫けら一匹に何ができる。では、三匹ならどうだ。ちゃ、どうやら無駄話が過ぎたようじゃな。アドミン殿、助太刀、感謝する。傷を負ったことで、オロチの動きが鈍くなっている。一気に畳みかけるぞ。私だって戦います。神の慈悲として、死に方くらいは選ばせてあげます。逃げられるとでも。キャッ、危なかったですね。よし、攻撃作戦開始。ウフキリです。キラどもがせいぜいあげて。やりました。敵、行きます。キャッ、黒蛇、強敵を届け。あやつらを豪快転生。必ず当てます。そこ、広域作敵。この力で皆さんに癒します。お願い、皆さんに生きる力を。ひざまずき、許しを超え。
キャン。敵手加減はしません。よし、キャン。当たって強敵を捕捉。豪華決勝、必ず当てます。攻撃作戦開始。大丈夫、勝てます。そこ行きます。神を直視したバッグじゃ。キャッ、よーし、行きますよ。この力で皆さん、お願い、皆さんに生きる力を。広域作敵開始。いやー、待ちきれないよ。豪快決勝、必ず当てます。キャッ、我がホラよ、存分に食らうがよい。敵、危なかったですね。いい調子。そこ、相手に出したら負けて当然。そこ、任せてください。まだまだこれからだな。皆さんにお願い、皆さんに生きる力を。標的を捕捉。豪快決勝、必ず当てます。攻撃作戦開始。いきます。やられるほどな。敵、ひざまず許しを請え。そこ、敵、そこ、よーし、敵、ふっ、はーっ、当たって、もう待ちきれなかった。豪快決勝、必ず当てます。大丈夫、勝てます。この力で皆さんを癒します。お願い、皆さんに生きる力を。敵、逃げられるとでも。キャッ、敵、攻撃作敵開始。ここにとどまれ。キャッ、敵、屈服せい。標的を捕捉。豪快決勝、必ず当てます。攻撃作戦逃げられるとでも。この力で皆さん、お願い、皆さんに生きる力を。そこ、虫けらどもがせいぜい甘い。そこ、屈服せい。攻撃作戦開始。逃げられるとでも。大丈夫、勝てます。豪快決勝、必ず当てます。ギリギリでした。私、皆さんのお役に立てたでしょうか。
体の方は間違いなく消えたが、それってどういう、あ、この反応は死者。無全貌、それはその文様、間違いない、ミスベイに寄生されてやがる。無全貌、どこかでオロチに触られたりしたか。まさかあの蛇が。どうやら心当たりはあるみてえだな。オロチの意識データが無全貌の中で再構築されてるぞ。一体どういうことでござるか、兄上。オロチは無全貌の体内にバックアップデータを仕込んでいやがったんだ。自分の身に何か起きた時のためにな。宿主である無全貌に直接的な被害はない。とはいえ、このままだとオロチがコンディションマックスの状態で出てきちまうぞ。阻止する術はないのか。一つだけあります。拙者の真の像にアクセスキーを刺せば確実に復活を阻止できるかと。バカなことを言うな。しかしそれしか手はありませぬ。確かにこの状況じゃ無全貌の案に勝るものはないな。それに無全貌もつくよみも満身創痍だ。こんな状態でもう一度オロチとやり合ったら今度こそ殺されちまうぞ。申し訳ございません、師匠。最後までお役に立てず、稽古でも任務でも満足のいく姿をご覧に入れられず、天津さえ不出来な弟子を持ったことでいつも悩ませてしまい、そのようなことは一度も。すでに知っているのです、師匠との任務はこれが最後であると。だというのに拙者はまた失敗して皆に迷惑をかけてしまった。このようなざまでは師匠の弟子を守る資格すら。無全貌、諦めるにはまだ早いでござる。きっと他に方法が。それを模索する時間はない。頼む、アドミンども、師匠に命じてくだされ。このままでは全滅は必至。ならばすでに答えは出ているも当然だろう。そう怯えずともよい。すぐに仲間とも合わせてやるゆえな。黙れ。貴様の思い通りにはさせぬ。無全貌、あの時周にお前の移動を申し出たのは私がお前の枷になっていると感じたからだ。え、
私には他者の気持ちを察する力が欠けている。そのせいで過去に大事なものを失ってしまった。お前には私と同じ道を歩ませたくなかったんだ。だがその判断は間違いだったようだ。お前を思ってのことだったのに、結局はお前自身を苦しめる羽目となってしまったのだから、本当にすまなかった。無善も、そして心に刻め、お前はいつだって私の自慢の弟子だ。師匠。無善も、耐える必要はない。しかしお前の死を信じろ。目覚める頃には全て片付いている。それに教えるべきことは山ほど残っているしな。だから今はおとなしく休め。はい、はい。これはまたいいなことを。秘策でもあるのか、それともただのたわけか。いずれにせよ、貴様らの墓場は今決した。アドミン殿、すまないが、もうしばし付き合ってはくれまいか。かたじけない。では。参ろうか。その刀、どのような小細工を施しておるのかは知らぬが、殺してしまえば済むだけのこと。奇遇だな。私も同じことを考えていた。お前を消せばこの件は終わったも同然とな。ふっ、ほざけ。アドミン殿、承知。真理抜刀。真理抜刀。そのような玩具で神にかなうとでも。いい加減認めてはどうだ。貴様は神などではない。最悪を振りまくだけの害獣だ。いたずらに民衆の不安を煽り、世に不幸と苦痛をもたらす。そんな傲慢でかたどられた世界なら、貴様の命ごと断ち切ってやる。永遠にここにとどまれ。黒蛇、やつを石とかせ。アドミン殿、この剣、これが私の答えだ。その速さ、一体。小賢しい真似を今すぐ楽にしてやるわ。この剣、神羅万象を滑る。やっ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 、乱曲将来やっ、受けてみろ。膝も割れて許しを超え、これが私の答えだ。永遠にここにとどまれ。この剣、神羅万象を滑り、我が人をこの剣勝ち続けよう。たとえ迷いが消えずとも。
願い、兄様に。その兄とは宮蛇衆で間違いないな。兄様は禁忌を犯した。でもそれは仕方のないことで、きっと私の存在に気づいてくれたら、兄様は私のように。もう喋るな。それ以上の無理は君の意識に関わる。なあ、カグツチ、その子の願いを叶えてやるのはいいんだが、例の別件ってのはどうするんだ。この子の願いと無関係ではない。そう僕の直感が告げているんだ。今回の一件、宮蛇衆に儀式のことを吹き込んだ奴がいる。宮蛇の屋敷がビスベインの巣窟になることも、大家主がさらわれることも知った上でな。おそらくそいつは今もどこかで見ているに違いない。そして僕の予想が正しければ、この件はそろそろ終盤だ。そいつがただの愉快犯でないなら、目的のために動き出す頃合いだろう。あら、おかしいわね。計画通りならここに人が来ることはないはずなんだけど。困ったわ。できれば見られたくなかったし。お願いしたら忘れてくれる？もしかして忘れちゃったの？4年前にここで会ったじゃない。4年前だと？ええ、そうよ。ほらほら、よーく思い出してみて。宮蛇の当主に何をした？ああれ、目に余る行動が多かったからね。相応の報いを受けてもらったわ。インウ、その子を連れて先に逃げてくれ。だがお前は使命を果たす。あの女を始末しない限り、ご当主に合わせる顔がないのでな。別に無理をなさらずとも結構ですよ。すでにアドミンさんとベルから大体のことは聞いてますので。それに重傷を負った状態で心理を起動したのでしょう。であればなおさら安静にされた方が。大事ない。それより国のとこたちの方はどうだ？義眼の再装着は無事成功しました。経過も良好です。まあ侵食を弱めるにはもう少し時間がかかりますが。しかし驚きました。まさかあの国の友達が仲間のために動くなんて。それで笹波の方はどうです？正義殿に大した怪我はなかったが、宮蛇衆の行方は依然として不明だ。そうですか。ベルとヘラが到着した時にはすでにひどいありさまだったと聞いています。どうやら解決すべき問題は山積みのようですね。正義殿が混乱を避けるために
融合実験とオロチの件を公にしなかったとはいえ、あれだけのことをしたのだ。ミヤヘビ家は正式に政界から身を引かざるを得ないだろう。ササナミの現体制を維持するためと考えればベストな判断です。それに公にしたところで国民の不安を煽るだけでしょうし。ですがこれで終わりではないと私は見ています。引き続きチームナギにはササナミの監視に当たっていただけたらと。承知した。さすがに堅苦しい話ばかりでは気が滅入りますね。話題を変えましょう。無前坊の件はあれから考え直してもらえましたか？ああ、迷惑をかけてすまなかったな。あの子については皆まで口にせずとも分かってます。では引き続きよろしくお願いします。かたじけない。時にベルたちの姿が見当たらないが。医療科から連絡が入ったということで全員そちらに。医療科から？まさか。ああ、いえ、悪い連絡ではありませんよ。せっかくですし私たちも行ってみませんか？もうみんな心配しすぎ。だっていつ目覚めるかわからないってミーフルが。はいはい、ご迷惑をおかけしました。本当によかった。バルドル姉さんってば、3日間も眠ってたんだよ。あ、ってことはお腹空いてるよね。焼肉食べる？私おごるよ。でもこういう時こそ精がつくものを食べた方がいいんじゃない？その前にまずはゆっくり胃を慣らしていかないとね。それでバルドル、どこか痛むところはある？背中がすごく痛むくらいかしら。っていうかぶっちゃけ実感がないのよね。ぐっすり眠ってたら突然目が覚めたみたいな感じだし。背後から攻撃されたわけですしね。背中が痛むのはそのせいでしょう。むやみに動かさないよう注意してください。あら、シュートつくよみも来てくれたのね。ああ、無事で何よりだ。隣で休んでるくのいちより丈夫さには自信があるから。まったく、どうやらまだことの重大さを理解していないようですね。でもこうして目が覚めたわけだし結果往来的な。その楽観主義が回復の助けになるのでしたら私も小言を言わずに済むのですが。アダミンさん、少しよろしいですか？あなたに大事な話があります。